それと同時にですね巨大帝国ディズニーですねいつか宮崎駿を倒したいと思っていた巨大帝国ディズニーの代表作であるです、ね、ファンタジアへのです、ね、鮮やかなアンサーになってる作品だと思いますあと2つ目ですね、えー、さっきも話したですね、えー、暗い主人公ですねあの 機動戦士ガンダムのアムロレイっていうのはこれまでのロボットアニメの常識破りのですね、反抗期の少年、それも暗い反抗期の少年を主人公にしたんですね。でそれに対してルパンのこの小山田真紀っていうのはですね、お父さんの復讐をするためにロボットにやっぱイヤイ乗り、戦う美少女なんですね。どっちもお父さんの作ったロボットに嫌々乗るっていうことはあの共通してるんです。もうこれもうエヴァンゲリオンに至るまでの日本のあのロボットアニメの流れですよね。 いかにして主人公というのはファーザーコンプレックスをどのようにこう乗り越えていくのかっていうのに結局は全部なっていっちゃうのがロボットアニメの主流の流れなんですけどだからそうでないロボットアニメっていうのはねなかなかねそのガンダムとかエヴァみたいに主流にはなりきれないんですね面白いところだと思いますこんなにね父親の作ったロボットにこだわる理由っていうのは今のところ誰もあの研究してないんでよくわからないんですけれどもですであと3番目ですね えー、量産型の登場なんですよ。で、これもですね今回美術部に作ってもらったですねあの悪魔の兵器シグマですね。よいしょちょっとね足がだんだんガタガタになってきたんで立ちにくくなってきたんでもうねできてから1週間僕が遊びすぎてですね <laughs> すいません。でこれのですね怖さっていうのは果たして何だろうかとこっちの方が分かりやすいかなちょっと。 この方が顔が見えやすいから。はいはいはい。えっ、ー、とですね。あの、ま、なんでね、このシグマというロボットが怖く見えるのかっていうと、おろおろ、本当に、どんどん置くたびにこう足がガタガタになってきた。怖く見えるのかっていうと、まずね、頭2つあるからなんですよ。シンプルに。で、頭が2つっていうのはもう本当に、 あのキリスト教の宗教絵画でも出てくるような古典的なモンスター像なんですねそういうモンスター性があるとでこの2つの頭が別々に動くことによって見逃さないとラムダの,その首がくるくる回ってで獲物を見逃さないっていうのも十分怖いんですけど2つの頭がくるくる回ることによってですね見逃さないんですよでレーザー砲が2つついてるから攻撃力の倍なんですよね で、おまけにこのレーザー法のですね、ビームの威力もですね、半端なく増えてるんですよ。あの、ラムダのレーザー法っていうのは、例えば金庫室の金属の分厚いドアを貫通するだけなんですね。で、貫通して丸くくり抜くと、ゴトッっていって金属がこう滑り降りるんですね。あくまで貫くだけなんですけどもですね、ランあの、このシグマのですね、ビーム法っていうのは当たったものを爆発させるんですよ。 でなんで爆発するのかそれは鉄の塊であっても爆発しちゃうんですねでそれはあの天空の城ラプターのです、ね、ロボット編も同じであのティディス要塞のです、ね、鉄の塊の扉にです、ね、ビームが当たるとバーンと爆発するんですねでまあ科学とかあんまり詳しくない人はっていうか中途半端に知ってる人はなんで鉄の塊にレーザー当たっただけで爆発するんだとか言うんですけど、まあ、爆発するので正しいんですねっていうのはあの一瞬で圧倒的な熱量を与えられたためにですね 固体の鉄が一瞬で液体になってその後一瞬で気体になるからなんですね。つまり水蒸気爆発のようにですね一瞬でその固体が気体に切り替わってしまうので鉄の扉であっても爆発するように溶けるわけですね。この辺はあのシンゴジラでですねえビルがビームで投げあの投げた時にですねビルの内部から爆発するような感じがあったと思うんです。ね。あれ何かというとあまりの高熱のために 蒸発してですね、気体化したから、ああいう爆発現象が起こるんですけども、これ、それなんですよね、このシグマのビーム法っていうのは。あとね、もう一つのですね、怖く見える大事な理由っていうのは、自律式、つまり自分で立つという意味ではなくて、自分で考えて判断して、人間の命令を受けずにですね、えー、敵を探してですね、攻撃する。おまけに量産型であるっていうことなんですね。 で、ガンダムに登場するロボット兵器もですね、ザクとかドムとか、あの量産型登場してですね、主人公アムロが乗るロボットもですね、ガンダムもですね、シリーズ後半で量産型のジムが出てくるんですけども、あの、やっぱね、革命的なのはですね、シグマ革命的なのが、その量産型が無限に製造されるというですね、現代的な悪夢なんですね。これあの、 劇中に出てくるですね、シグマが、えー、登場する、いわゆるその、小山田真紀が説明してるシーンなんですけども、えー、飛行機からですね、このロボットが無数に投下されて、で、で、降りていった地点でですね、発展敵を探してどんどん破壊していくと、自動的に人を見つけて殺していくロボット兵器なんですよ。で、これですね、あの、イメージの元になっているのはですね、ディズニーの ディズニーの「ファンタジアなんです、ね」の,ファンタジアの中で「魔法使いの弟子」っていう短編があるんですけどもあのミッキーマウスがですね魔法使いの弟子になってであのー 師匠の魔法使いがいない時に掃除しろというふうに言われて、ほうきにですね、魔法をかけるんですね。でほうきに魔法をかけたら勝手に掃除してくれる、水汲みをしてくれると、ああ楽だ楽だと思ってたらですね、その放棄たちが全部自分の言うことを聞かなくなって、そして放棄たちはどんどん水汲みをしてる、うーんするおかげで,ですね、あっという間にですね、家が水浸しになってしまうという話があるんですけども、 あれあのファンタジーに見せかけて実はですねその20世紀の近代化機械化オートメーション化のですねだからあの魔法ファンタジーに見せかけてなんであれがファンタジー「ファンタジア」というアニメがです、ね、あの時代に評価されたのかっていうとファンタジーの形を借りて現代のテクノロジー社会の批判をしたからなんですね。 人間が作ったものの、便利なもののはずなのに、人間がもうコントロールすることができない機械たちが、どん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 同じことを繰り返して人間を破滅に追いやっていくっていうですね。現代的なテーマをやったんですけども、さらば愛しきルパンよっていうのはですね、その、機動戦士ガンダムの、まあ、まとめなんですけども、あの、ここまでのまとめで言うとですね、あの、さらば愛しきルパンよっていうのは、まあ、あの、最初に話した絵的な見どころもいっぱいあるんですけど、テーマ的な見どころとしては、 その機動戦士ガンダムへの小さなな反撃なんですね。まずは、えー、自分のアニメーターもしくは作家としての将来をですね、まあ、まあまあそういう意図はないんでしょうけど邪魔をした宇宙戦艦ヤマトとあとはもう特に機動戦士ガンダムに対するほんのささやかな反撃であるんですね。 この三つの要素を出すことによって、それと同時にですね、巨大帝国ディズニーですね、いつか宮崎駿は倒したいと思っていた巨大帝国ディズニーの代表作であるですね、ファンタジアへのですね、鮮やかなアンサーになっている作品だと思います。